いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は競争しない、土俵を作るということでお話します。何かというと、15年以上継続できるビジネスっていうのを考えることですね。考えることから、認識することから、全ては始まります。そうするとこう、やりがいがあるものを小さなことから始めようっていうふうに気持ちになりますよね。土俵作りっていうのは、あなたの市場を作ることなんですよね。これはマーケティングとかマーケッターとかいうことですけれども、まずね、何するかというと、あなたが信じていることを、そして誰も見向きもしないことが必ずあると思うんですけども、それを認識できるようにするために、今までとは違うこの新しい習慣を身につけるってことなんですよね。例えば朝の習慣から変えてみましょうというご提案なんですけども、いつもね、朝起きれてないっていう人も多いかもしれませんけども、まずはね、早起きから始めてみませんかってことです。例えば8時とか7時とか起きてるんだったら1時間早く起きるとか、30分早く起きるとか、そういったことからね、小さな行動がだんだん新しい習慣を身につけるようになって、大きな成果、成功に結びつきますので、小さなことから始めると、こういった15年以上継続できるビジネス、やりがいがあるものっていうのが見つかりますんで、ぜひね、試してもらえたらいいと思います。今回は競争しない、土俵を作るということでお話ししました。ありがとうございました。